GPCR である β2 受容体の構造。中にカラゾロールを結合させてある。アドレナリン受容体とは、アドレナリン、ノルアドレナリンをはじめとするカテコールアミン類によって活性化される G タンパク強薬型の受容体である。主に心筋や平な目筋に存在し、脳や脂肪細胞にもある。アドレナリン受容体に作用するのはアドレナリンばかりではない。 本来受容体の名前はそれに作用する物質に、ちなんで付けられるのが通例だが、アドレナリン受容体に関しては、それがなされなかったためこのようなことが起きた。アドレナリン受容体とは、漠然と、カテコールアミンが作用する受容体という意味として、用いられる。そのため海外では、アドレナリン受容体は、ノルアドレナリン受容体と称されることもある。アドレナリン受容体は現在、ァ1 アルファに、ベータの3種類と、さらに3つずつのサブタイプに分類されている。これらサブタイプの存在は、アゴニストの特異的作用から推測されていたものを、1948年、レーモンド・アルクイストの実験によってアルファーとベータの2種類が証明された。その後より選択性の高いアゴニストの開発が進み、現在のような分類がなされた。脂肪細胞とインスリン抵抗性。 ありがとうございます。